はいどうもこんにちは、クレイです。ということで今回はビア対女子の4割打者とコラボをさせていただくことになりました。なっちゃんねるなっちゃんさんです。よろしくお願いします。こんにちは、なっちゃんねるのなっちゃんです。よろしくお願いします。お願いします、はい、すいません、ちょっと急な雑振りで。あ、いいね。お願いします。実は僕ずっとちょっと前から動画見させてもらってて、はい、ね、嬉しいです。ありがとうございます。結構なんか、みんな素性が気になるんじゃないかなと思って。はい、まあ、あの明かせるとこと明かせないとこもちろんあると思うんですけど、はい、なんかどういう経緯でプロスペ始めて動画やってみたいなところとか、うんうん、まずちょっと軽く冒頭雑談させてもらったりとかやって、で最後ちょっとこのリアタイの方でゲーム内の方でもちょっと対戦させてもらってみたいな感じの動画を作っていければいいなと思っております。はい、はい、ということでちょっといくつか僕の方からまず聞きたいことがあるんですけど、いいですか？はい、大丈夫です。全然答えられる範囲で大丈夫なんで、あ、はい、さあ行くぞ。まずプロスピを始められた時期ときっかけを教えてほしいんですけど、はい、アプリができてすぐぐらいかなに多分なるんですけど、まあでも本格的にやり始めたのは3年前ぐらい、はい、もともと野球は好きだったので、はい、それでやってみようという感じで始めました。なるほどですね、はい、ちなみに動画を始めようとしたきっかけは何だったんですか？なんか YouTube をよく見たりしていて、はい、でもプロスピ女子っていうのはあんまり聞いたことがなかったので、そうですね、ちょっと、はい、YouTube もすごいやってる人も増えてきて、私もちょっと挑戦しようかなと思ってやりました。いやマジでそのプロスピ女子って、はい、その根本的にまずレアじゃないですか。プロスピやってる女子がまず全然いないし、はい、配信者の中でも、まあ、本当に数えられるぐらい、うん、僕も知らないところにもしかしたらまだまだいるかもしれないですけど、はい、少ないと思うんですよ、うん、でなおかつ、はい、あの僕的にその引きがすごい強いなと思ったのが打率4割、はい、リアタイ上手い女子の人って多分いないんですよ、ほとんど、はい、そこがマジですごいなと思って、まあちょっと今回コラボお願いする感じになったんですけど、はい、ちなみに打率は本当に4割なんですか？そうですね、はい。いやなんかごめんなさい、質問が悪かったな。結構リアタイやられてるんですか、もともと？本格的に始めてからはもう、そうですね、頻繁にやってますね、はい。緊張してます？大丈夫ですか？めちゃくちゃ緊張してすいません。なんか正直ちょっとこれ僕のぶっちゃけた話していいですか？はい。なんか最初、うん、打率4割打つ女性がいるって信じられなくて、はい、あのワンチャン、こうワンチャンの話なんですけど、はい、誰か例えば、はい、うん、彼氏さんとか、はい、旦那さんとかが操作してて、はいはい、声だけそのなっちゃんさんがやってるんじゃないか説が僕の中ですごいにわかに浮上してたんですけど、はい、そういうことはないですか？ないですね、はい。そうですよね、はい、なんか喋りもめちゃめちゃ動画の中で、うん、こうなんか流暢なんで、うん、純粋にすごいなと思って、はい、最初から割と打てたんですか、それともなんか練習してみたいな？めちゃくちゃ練習しました、はい、今位というかなんて言うんでしたっけ、うん、あの階級的には芸人ですね。クロートですか？すいません、私やばい、めちゃくちゃやばいよ、感じ弱いです、すいません。感じ弱いですか？面白、はい、いや意外と面白いところがあることが分かった。これ、はい、これ使っていいですか？はい、やばい。したらじゃあちょっとルーム戦の方をやりましょう。はい、ちなみに普段 iPhone ですか？ iPhone です。 iPhone です。 iPhone の打率4割って今結構貴重なんじゃないかな。本当ですかね？パッドでやったらめっちゃ上手くなりそうな気がする、はい、本当ですか？今度ちょっと見たいと思います、うん、じゃあ先行後攻どっちがいいですか？好きな方でいいですよ。好きな方で、じゃあ先行で。先行、はい、いややっぱ打つ人はやっぱ先行取りますからね。先発誰にしよっかな。得意なピッチャー、苦手なピッチャーあります？苦手なピッチャーはもう大野雄大選手。あ、得意なピッチャーは逆に？得意なピッチャーは菅野選手かな。おお、すげえ。おお、山岡さん。はい。山岡さんか。使うの得意なんですか、山岡さん？いやー、なんか最近結構使ってて。はい。オーダーめっちゃ強い。いやいや。オーダー強い。ちょっと緊張して手震えてるので。
手柔らかいです。いやそんなっすか。はい。手震えちゃいますか。はい、ちょっと手汗が。じゃあ行きます、お願いします。お願いします。いや、なんか動画見てて、はい、選球眼めっちゃいいなと思ったんですよ。ああ。はい。よし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 。何投げようかな。おお、打たれた。さすが。いや、振らないんだよな、インコースのスライダーとか。見ますもんね、めっちゃ。この辺かな。いや、見るんだよな、めっちゃ見るんよな。危な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 い。うん、取れる取れる。よーし、オッケー。悔しい。じゃあ手加減なしでいいっすか。はい。おしよ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 し。本気ですね。本気でいかしてもらいますよ。本気でいきますよ、僕。はい、負けられないんで。私も本気でいきます。おい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 。あ、やばい。よし、やった。今の狙ってました。ゲッツ狙ってました。完全にハマったわ、今やられた。こうやって、うわ、マジやばい。普通に焦ってます、僕今。次頑張ります。あー、よっしゃ。やばい。今ちょっと焦りました。はい、焦りました、めっちゃ焦りました。クルトで一番好きな選手は誰なんですか。好きな選手は青木選手ですね。青木さんか、キャプテンしてましたもんね。はい、はい、おー、背骨危ない危ない。この間あの坂本さん当ててめっちゃ喜んでる動画見ました。あ、何ですか。めっちゃ出ると思わなくて。いや、でもなんかあの反応を見て、はい、多分ちゃんと自分でやってんだなっていう確信が より持てました。耐えた。じゃあさすがに点取らせてもらっていいですか。取らせません。しゃあ。トーンでひえーって言われるとなんか点取るの申し訳なくなってる。いじめてるみたいになる。よーし、あれあれあれ、今日調子悪いですね。調子悪いですか。はい。やばいです。よし。いっぱい練習したんですけどね、今日。練習したんすか。はい。ちょ、そう言われるとなんかなんか辛くなってくるな。辛い、やばい。あー、おーし。一番好きな青木さん抑えた。悔しい。大丈夫ですか。あと2アウトで終わっちゃいますけど。頑張ります。まだ手震えてますか。はい、手汗が。あ、危ない。よし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 。やばい。大丈夫ですか。はい、終わっちゃいますよ。お、やばい。やばいです。ありがとうございました。なんとか立てました。どうでした。いや、もうまだまだなので。もっと頑張ります。あとはちょっと単純に緊張感の圧を多分僕がかけすぎたんで、もっとなんかお互い黙って集中してやれる環境だったら、もしかしたらちょっとまた展開違ったかなって感じですけど、はい、いや、でも楽しかったな。楽しかったです。ありがとうございました。本当に。